こんにちは、あらさんです。今日はマウンティングしてくる旦那の心の中身について話していこうと思います。旦那からマウンティングって取られたことありますか？例えば、お前も稼いでから言え、俺の仕事はパートとは違うんだよ、俺ならもっと効率よく動くけどね、家事はいいよね、納期もないしさ。これ実際に私の周りの妻たちが言われた言葉です。男性がこんな風になった時って、そりゃ腹立ちますよね。でもちょっと待ってほしいんです。これ実はかなり危険信号だったりするんです。特に前は違ったけど、だんだんマウンティングするようになっていったっていう場合は要注意です。実はマウンティングする人というのは、自分の無価値観に悩んでることが多いんです。例えば、会社で今まではそれなりにやってきたのに、優秀な後輩が入ってきて、自分なんてダメだって思っている。同期が先に出世して、自分がいかに凡人で能力がないかと嘆いている。大きなミスをして自信を失ってしまったなどなど、家ではなかなか言えない仕事での自己肯定感の欠如が影響している可能性が高いんです。自己肯定感って何かっていうと、簡単に言うと、何もしなくてもそのままの自分でいいって認められることです。仕事ができなくてもそのままの自分で価値があるって思えることなんですね。男性は結果をすごく意識する生き物ですから、これに本当に陥りやすいんです。そして感情をうまく表現するのも下手なので、感情をうまく表現できず、ただただ不機嫌な夫に変化していって、家族ともうまくコミュニケーションを取れず、誰にも頼れずみたいな四面楚歌状態に陥っていくことも。なので、こんな時はなぜそんなにマウンティングをしてくるのか、原因をよく考えてみましょう。もしかしたらあなたの夫の心はボロボロになっているかも。そして、そんなマウンティング夫には愛情や尊敬を伝えてあげて、夫の自己肯定感を高める、修復してあげることが必要です。世界中のみんなが自分のことを悪く思っても、妻だけは味方だって夫から思ってもらえれば、こっちのもんです。マウンティング夫をお持ちの方は、ぜひ夫の心がボロボロに傷ついてないかチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。